DAW レスの鈴木です。今回はファブフィルターの EQ プラグインプロ Q3 を紹介してみたいと思います。このファブフィルターのプロ Q シリーズ、個人的にも大好きな EQ で、初代のプロ Q からずっと使っているんですけれども、先日新機能を搭載したバージョン3が発売されたということで、早速触っていきたいと思います。まずこのプロ Q シリーズ触ったことないよという方のために、基本的な使い方やメリットから紹介していきたいと思います。ではまずインターフェースから見ていきましょう。いわゆる一般的なイコライザーというのは、このようにいくつかのバンドに対してイコライジングを行っていくよと、というのが基本になると思いますが、プロ Q3 の場合は最大24バンドまで好きなポイントで EQ を設定することができるようになっています。当然各バンドに対してゲイン、周波数、Q カーブ設定できますし、これらの機能はキーボードショートカットを使うことによってスピーディーにコントロールすることができるようになっています。そして各バンドごとに EQ カーブを設定したり、スロープ幅を設定するということも当然できるようになっています。そして何よりこのプロ Q3 が便利なのが、今選択されている範囲だけをソロ再生抜き出して再生することができるよという機能です。ここにヘッドホンのアイコンがあると思いますが、これを押している間だけ今選択されている範囲ですね、この音だけが抜き出されて再生されるという仕組みになっています。今ちょっとドラムのトラックに対してかけているんですが、ちょっとやってみましょう。この状態でヘッドホンのボタンをクリックすると、この範囲だけが抜き出されるよと。この状態で例えば Q を狭めて周波数を移動してみると、EQ のカーブ簡単に設定することができるというわけです。イコライジングをする上で最も大切なのは、そのサウンドの中で必要な要素と必要じゃない要素をしっかり見極めてあげることだと思いますので、こういった機能を活用できるかと思いますし、ご覧いただいて分かる通りリアルタイムにアナライザーが表示されるようになっていますので、目と耳で音を確認することができるという仕組みになっています。目的のポイントを探すなんていう時には、画面左下にあるこの鍵盤のマーク、こちらのアイコンをクリックすることによって、キーボードで表示する、音域で表示するなんていうこともできるようになっていますので、これらを組み合わせて使ってあげると便利です。またステレオトラックで使っている場合には、 L 信号、ライト信号どちらにかけるのかであったりとか、 MS に分けて処理をするといったこともできるようになっています。このプロ Q3 はリニアフェーズイコライザーとしても使うことができますので、トラックに直接インサートする用途だけではなくて、バスやステムにかけてマスタリングの EQ として使うこともできると、非常に広い範囲にわたって活用できるイコライザーになっているかと思います。ここからはプロ Q3 になってからの新機能についていくつか見ていきたいと思います。まずは EQ カーブがローカットもしくはハイカットの場合に、スロープの中からブリックウォールが選択できるようになりました。これによって特定の周波数以上もしくは以下は通さないよなんていう音作りができるようになっています。また EQ カーブの一つとしてフラットティルトというタイプが追加されています。このタイプは特定の周波数を起点としてリニアに上下させるということができるというカーブになっています。続いてダイナミック EQ という機能です。ここ数年でよく聞くようになった言葉だと思うんですけれども、どういったものかと言いますと、通常のイコライザーというのは当たり前ではありますけれども、ある周波数帯をブーストもしくはカットすると、常にそこの音がブーストカットされ続けるというものになります。それに対してダイナミック EQ というのは、この周波数帯において特定の音量以上の音量が入った時だけにブーストもしくはカットを行うことができると、コンプレッサー的な要素を持ったイコライザーのことです。このダイナミック EQ、いろいろな用途で使えるんですけれども、特に生楽器系のサウンドに対して抜群の効果を発揮してくれることが多いと思います。今回は実用的かはちょっとさておき、わかりやすい例としてドラムのバスに対してかけてみたいと思います。このようなサウンドですが、ここにキックがあってスネアがあるのがなんとなくアナライザーを見るとわかると思います。では実際に
この辺の帯域聞いてみましょう。そうすると実際にはキックドラムとスネアドラムが両方いるよという状態になっているわけです。ここからスネアの音だけを小さくしたい、イコライジングしたいとします。このままカット方向にしてしまうとスネアの音小さくなるんですけれども、同時にキックの量感までなくなってしまう可能性があるわけです。そんな時に常にこのマイナスのカーブを使うのではなくて、大きな音、つまりスネアの音量が入った時だけ EQ がマイナスに働くようにしたい、そんなことができるわけです。ちょっと実際にやってみましょう。ここにダイナミックレンジというスライダーがあります。こちらを調整してあげると新しいカーブがこのように生まれてきます。これはレンジといってこの範囲増減させるよというものですので、ここでじゃあ原因を0にして一定の音量が入った時だけ最大マイナス4デシベルまでカットするなんていう設定にしてみました。この状態で再生してみると、するとスネアの音が入った時だけこの黄色いラインが動いているのがわかると思うんですけれども、スネアの音に反応してそのタイミングだけこういうカットの EQ が行われるよという仕組みになっているわけです。楽器によっては特定のノートだけどうしても大きくなってしまうというケースもあると思いますので、そういう時に EQ をかけてしまうと全体のトーンが変わってしまうんですが、ダイナミック EQ を使うことによって全体のトーンを変えることなく大きい部分だけを叩くことができるといった非常に緻密な音作りができるというのがダイナミック EQ になっています。アナライザーを見ながら視覚的に音作りができるのがこのファブフィルタープロシリーズの特徴なんですけれども、このアナライザー機能も今回大きく進化しています。何ができるのかと具体的に言いますと、アナライザーの項目見るとですね、同じプロジェクト内で他にプロ Q3 がインサートされているトラックの一覧が表示されるようになっています。この状態で再生させてみると、各パートの周波数アナライザーをリアルタイムに確認することができるようになっています。さらに特定のパート選択してみましょう。今はベースのトラックですので、同じ低域がぶつかりやすいドラムのパートをレイヤーしてみたいと思うんですけれども、この状態で再生すると何が起こるのか、ちょっと画面見てみてください。ベースのアナライザーに加えて選択したドラムのアナライザーをレイヤーして同時に表示することができるわけです。また画面内でいくつかこう赤く表示される部分がありますが、この周波数に音が集まっていて、いわゆる被りが起こっているよということを教えてくれてるんです。周波数さえ分かってしまえば、あとはどちらのパートを優先したいかによってイコライジングをしていけばいいと、必ずしも被りを全部なくしてしまうのがいいというわけではありませんけれども、 EQ を設定するときの一つの目安になるのかなと思います。これと組み合わせて使うと便利なのがスペクトラムグラブという機能です。これは今音出したままですね、アナライザーの画面にマウス一定の期間を置き続けているとこのようにピークを表示してくれます。このピークに対してイコライジングを行うことができるよと。ですので被りの状況を見ながら周波数のピークを確認して処理をしていくということも非常に簡単に行うことができるようになっています。その他にも本バージョンから新たにサラウンドをサポートしたりですとか、非常に多機能なイコライザープラグインになっています。なんといっても扱いやすさという意味でいくと、数ある EQ プラグインの中でもかなり秀でている部分ですので、まだ使ったことないよという方はぜひ触ってみてください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。